本レッサークとなります。フライングした場合はですね、マッチモアコーナーの先、外側で停車してください。前車に抜かれればペナルティーは取りません。フライングをしっかり見ておりますので、自分でね、分かった場合は速やかに止まるようにお願いいたします。マッチモアコーナーの先、右側で、停車するよう、奥側で停車するようにお願いいたします。ではお待たせしました。タメヤグランプリワールドチャンピオン決定戦2019決勝レーススタートします。決勝 A メイン M スポーツチャンピオンシップクラス5分間のレーススタートです。 Drivers on the turn So here we go then finally into the A mains. Whoa, a bit of trouble on the infield there. おっとスタート転倒接触。Like car number 4 has come out of that one smiling. 4 leads us round from 6 and number 9.さあ抜けていったのはカーナンバー4番小坂選手、鍵屋大会代表、ホワイトピンクのカラーリングのマシン。そして2番手にはカーナンバー6番ですね、乾選手が続きます。4番6番9番3番5番1番と続いていきます。さあトップマシン、マチモコーナー、双葉コーナーへと入っていきます。さあカーナンバー4番小坂選手、うまくスタートを抜き切った模様。そしてその後ろカーナンバー6番乾選手が 1.3 秒差で続く展開。さあトップマシンは今双葉コーナーへと入っていきます。さあ時間早くも50秒を経過しております。 Alright, and 50 seconds into this session and number 4 is really、taking this and running with it. It's a great opportunity. 1.4 second lead at the top for the white and red cars. It goes down the back straight. さあレースタイムは1分まもなく10秒を経過するところ、4番、6番、9番、3番、5番がトップ5で進行。1番、そして1番、5番、8番、2番、10番、7番と続いている。スタートパチン、掛け合い大会代表、カーナンバー4番小坂選手、KTC コーナー黄色いラインを通過します。ホワイトピンクのカラーリング、カーナンバー7番がトップを走行。マツダヘアピンを通過、ボディはマツダロードスター、ラジマガストレート、マッチモコーナーで2パターンを抜けていきます。カーナンバー4番がトップを走行。そして2番手福井大会代表乾選手が続きます。カーナンバー6番ですね、6番、4番、6番、9番、3番、1番、5番、8番、2番、10番、7番という展開です。 OK, about a minute and 45 seconds into this session and let's see how it's shaking up. Well, car number 4 looking steady at the top there and car number 6 just clinging on to second by his fingernails. There's a big stream of cars coming and number 1 is coming right up there too. さあレースタイム2分を経過しています。残り3分、依然としてトップカーナンバー4番小坂選手、黄色いライン通過、KO コーナーへと入っていきます。そして2番手、さあカーナンバー1番荻原選手上がってきた、ライトブルーイエローのカラーリング。そして3番手にカーナンバー6番乾選手、そして田中選手がついていく。4番1番6番9番3番8番とついていきます。さあトップはコントラインを通過。そして2番手荻原選手 1.9 秒差、3番手カーナンバー6番の乾選手がその後ろ、本番4秒差で続く。さあ時間折り返し2分30秒経過しております。2分40秒経過。Alright, and we're already halfway through this 5-minute session. And car number 1 is a man on a mission here. He's reeling in car number 4 at the front. A 1.6 second gap. Can the blue car catch him and pass him? Time will tell. さあ1周目かなり接触があったが、その後荻原選手、カーナンバー1番上がってきている。 1.4 秒差まで近づいてきている。トップマシンはラジマガストレート、マッチモアコーナーを通過。そして2番手カーナンバー1番荻原選手がライトブルーイエローのカラーリングのマシン、 1.4 秒差で続く。さあこの周はさあ 1.2 秒差、コンマ2秒潰れている。さあレースは3分15秒経過。 And there's less than 2 minutes to go and number 1 continues to reel in car 4 slowly. It's about 2 tenths a lap he's coming down. The gap is currently 1.2. Let's see how we go this time around. Yeah, 1.0 seconds. さあトップ2台近づいてくる。カーナンバー4番小坂選手依然トップキープ、だがその後ろ1秒差となっている。さあこの周はどこまで詰めてくるか。さあこの周はコンマ8秒差、さあコンマ2秒ずつ詰めてくる。さあ4番小坂選手逃げ切るか。レースは3分45秒経過。 And we count up to just a minute to go and car number 1's like a metronome steadily closing in. What's gonna happen? さあこの周はコンマ6秒差、しっかりコンマ2秒ずつ詰めてくる。さあ4番小坂選手、そして逃げる点追いかける展開の荻原選手、カーナンバー1番、さあトップ2台3話コーナーに入ってくる。さあ10番周回遅れ気をつけてください。さあこの周はコンマ5秒差まで近づいている。
さあトップ2台ラジマガストレート、そして町間コーナーへと入ってくる。レース残り45秒。45 seconds left to go and things are really tightening up at the top now. The gap as they come through is just 3/10 of a second. Where's he going to make his move? さあレースタイムは残りおよそ30秒。さあ小坂選手逃げ切るか。さあ荻原選手かなり近づいてきている。さあその差はコンマ3秒差。おーっと荻原選手転倒。さあクエオコーナー転倒。さあその3にカーナンバー3番遠藤選手が2番手に浮上。さあレースタイムは残り10秒。 Only 10 seconds to go. さあトップラインを通過。そして2番手遠藤選手は今通過していく。さあ残り5秒。さあ時間はここで5分を経過。さあトップマシン最終コーナー回ってカーナンバー4番小坂選手まずは1本目トップゴール。そして2本目遠藤選手が 第2位、荻原選手第3位でゴール。6番9番8番5番2番10番7番とゴールとなっております。さあまずはカーナンバー4番小坂選手が決勝 A メイン1本目を取っております。So calling the GT class A main now. GT class is now being called. So please make your way over here, guys. さあ、コースインしましたらバックストレートまでマシン進めてください。さあ決勝メイン5分間で争われます。 Remember we're into 5 minute races now for these finals. さあシンガポール代表エイドリアン選手ゼッケン10番での走行となります。ではお待たせしました。 ST チャンピオンシップクラス決勝 A メイン5分間のレーススタートです。 Drivers on the turn and we are awayAnd this ST Championship, let's see if everyone can make it through the infield safely. It was a little bit of a coming together, but looks pretty clean. Car number one's leading us round from two, and from car number four. Let's see how things shake out over these first few laps. さあ、ST クラス A メインスタートしております。まずは順当にカーナンバー1番、川島選手抜け出しました。オレンジ、ホワイト、グリーン。1番、2番、4番、そして3番、6番、5番、7番、9番、10番、8番と、さあ、竿状で続いていきます。オレンジ、ホワイト、グリーンのカラーリング。福井大会代表カーナンバー1番川島選手トップを走行。そして2番手にはホワイト、ブルー、グリーンのカラーリング。ジュニアドライバー山口浩輝選手が続きます。カーナンバー2番。そして3番手にカーナンバー4番関口選手が続きます。長野大会代表こちらもジュニアドライバー。さあ川島選手にジュニアドライバー2名が追いかける展開となっている。さあトップ3台はまもなく北場コーナーへと入ってきます。レースタイム1分を経過です。And we're about a minute into this race now. Things are starting to settle down. We've got a breakaway group at the front. Cars 1, 2 and 4 and leading the chase. In the second pack, we have Boo from the States in the yellow number 7 car. He's in P4. Adrian brings us up in P7. Good racing. さあレース1分15秒経過しております。さあ上位3台は今競馬試験員そしてマツダヘアピンを通過する。さあカーナンバー1番川島選手オレンジ、ホワイト、グリーンのカラーリング。ボディはフェラーリ F12。そして2番手ホワイトグリーンのカラーリングは NSX カーナンバー2番の山口選手。そして同じく NSX ホワイトピンクのカラーカーナンバー4番の関口選手が続く展開。トップ3台さあマッチモアコーナーを抜けて双葉コーナーへと入っていきます。レースタイム1分45秒経過です。 Alright, and we're about a minute and a half into this 5 minute session. Let's see how the gap's coming down between those top two groups. In fact, it's widening just a little bit. Boo, you're 3 seconds back from the leading group. Adrian, you're closing in on the other pack. You're in group position 8 at the moment.さあレース2分を経過しております。最前トップカーナンバー1番川島選手1番2番3番ほぼ等間隔で、マッチモーコーナーへと入ってきます。双葉コーナーを抜けてそして3ワスプを抜けてくる。1番2番4番さあその差はコンマ2秒差コンマ3秒差といったところでほぼ均衡状態で3台続く。さあレースは間もなく折り返し2分30秒となります。 And we're almost at the halfway point of this race. Still car number 1 from number 2 and number 4 at the top. And we've got Vu leading the second pack. The gap's coming down to 2.6 tenths now.
Adrian got you in P8. The gap is 2.8. さあ、レース2分40秒を経過しております。さあ、レースは後半戦へと入っている。依然トップ、カーナンバー1番、川島選手。2番手、山口選手がその後ろピタリとつけている。さあ、どこで仕掛けてくるか。レースは間もなく3分経過、残り2分となります。Okay, just 2 minutes to go in this session. さあ、3台の間が少し詰まる。おーっと、競馬資金で接触。さあ川島選手ちょっと接触あったもよう。さあその間にカーナンバー2番の山口選手が前に立った。山口選手、関口選手、さあこの2台ジュニアドライバー争い。さあホワイトグリーンのカラー、そしてホワイトピンクのカラー、山口選手、関口選手がトップワンツー、そしてその後ろ少し離されてカーナンバー1番川島選手が続く展開。そしてカーナンバー7番のブーワン選手、カーナンバー4番、ゼッキ4番、7番ですね、ブーワン選手現在4番手を走行中。さあ時間は3分30秒経過。Okay, just 19 seconds to go here, and there's a bit of rough and tumble at the front there. And now it looks like car number 2 has taken over, and car number 4 has slipped down, so we've got Boo probably coming up to third place over the line here. The top 3 are covered by just 1.5 seconds. Really close racing. さあ、関口選手、少しミスがあり、さあ順位を落としている。その間にカーナンバー2番、山口選手トップキープ。そして2番手にカーナンバー1番、川島選手が持っている。3番手にアメリカ代表、ブーワン選手が続く。イエローのカラーリングのマシン。そして、関口選手は現在4番手を走行。おっとブーワン選手巻き込んでしまった。イエローからさあこれで戻っていくが順位を落とした。さあレースは4分10秒経過。さあトップ争い2番1番50 seconds to go in this session. さあカーナンバー2番山口選手トップをキープ。そしてその後ろコンマ3秒差で川島選手が続く。さあ川島選手どこで仕掛けてくるか。レースは残りおよそ30秒。30 seconds to go, and can car number 2 hold on at the top here? It's getting pretty tight. Car number 1 has closed right back up. Just 4 tenths the gap there. さあ、ホワイトグリーンのカラーリング、山口選手トップをキープする。さあ、今コントラインを通過。そして2番手川島選手はその後ろ1秒差、少し離されている。レースタイムは残り15秒。Last 15 seconds. さあ、このまま逃げ切るか、山口選手。さあ、今3はコーナーへと入ってくる。そして KTC コーナーを通過して、ラインを通過。さあレースは残り5秒。さあこれがファイナルラップ。さあトップ2台はコンマ8秒差。さあレースは5分経過している。さあトップマシン3話コーナーを回って KGC コーナー。さあこの面優勝はカーナンバー2番の山口選手がトップゴール。そして川島選手第2第3山口、関口選手が入っております。掛川大会代表カーナンバー2番山口選手 ST クラス1本目、制しております。A メインの選手の方は操縦台の前でお越しください。 So calling the TRF class now. まあ、計測カウントチェックは全車 OK となっております。さあそれではコースマーシャル皆さんよろしくお願いします。さあ2019年ワールドチャンピオンをかけた GT チャンピオンシップ決勝 A メイン1回目スタートとなります。ドライバーズオンザトーン and we're off. Let's see if we get safely through the infield on the first lapOh, there's a bit of a coming together somewhere at the back there, but looks like the front runners have probably got through there unscathed. Car number one leads from car number two. さあ、トップグループ、いいスタートを切れた模様。1番、2番、3番、4番、ここまではスターティングポジション通りで走行中。さあ、トップマシン、マツダヘアピンからラジマがストレートを抜けていく。ホワイト、オレンジ、ガンメタのマシンが現在トップ、東京代表の荻原選手。その後ろから松本龍斗選手、福井大会代表をぴったりマークしていきます。同じボディ GTR ホワイトピンクパープルのカラーリング。さあマチモアコーナーから双葉コーナー、そして3話ターンを抜けていきます。トップ2台。さあまずは序盤この1番と2番のバトルとなっています。0コンマ2秒差、その後ろ1秒差で松本克也選手、そしてシンガポール代表イスマイル選手、カーナンバー4番が4番手につけます。さあトップ周回数は6周目に入っています。Okay, about a minute into this session and it's shaking out. We've got two groups at the front at the moment. Car number one and car number two pulling away slightly. The gap's about a second.
back to car number 3 and car number 4, Ismail, who are the chasing pack.さあレースタイムは1分20秒経過、5分間で争われます GT チャンピオンシップ決勝 A メイン。さあトップはカーナンバー1番荻原選手、今ストレートエンドです。周回遅れ気をつけてくださいね。さあ KO ターンを抜けて今回のポイント競馬試験、そしてマツダヘアピンを抜けていきます。トップ2台のマシン、1番2番タイム差 0コンマ6秒差、レースタイムは1分まもなく50秒です。Okay, and a minute and 50 seconds into this race, and we're getting strung out just a little bit at the top there. Car number one now has a gap of 7/10 from car number two. Then 2 seconds back to car number three, and Ismail in P4, and Nathan is running in P6, very close to the car in front. さあ、レースは2分経過。今トップマシンはラジマがストレートエンド。そして1台挟んで2番手、松本龍斗選手、カーナンバー2番が続きます。さあ、コントロールラインを通過して12周目に入ります。先頭はホワイト、オレンジ、ガンメタのマシン。今マッチモアコーナーから双葉ターンに入っていく。タイム差0コンマ9秒です。その後ろカーナンバー2番松本選手が受けます。さあトップマシン競馬試験を今抜けていくところ。さあ今日はこのコース、この中央の競馬試験、非常に難しいポイントとなっています。さあトップマシン今3話ターンを抜けて KTC コーナーを抜けていく。1台挟んで2番手松本龍斗選手、0コンマ8秒で追いかける展開となります。レース時間は2分45秒経過です。 And we're already into the second half of this race, and car number one's looking pretty steady at the top there as he goes across the line with a 9/10 lead over car number two. Otherwise we're in number order, car number three and Ismail in car number four's pushing hard. Nathan's up to P5, the gap is about 4 seconds to the car in front. さあレース時間は残り2分となります。さあポールポジション、トップスタートの荻原選手がここまでも1秒もポジション譲らずトップをキープ。さあ KTC コーナーから実況席の前を通過。そして追いかける2番手スタート松本龍斗選手、こちらもポジションキープ、1秒36差。そしてそこから4秒差で松本克也選手、カーナンバー3番が追う展開となります。さあトップ2台のバトルが続く。さあ競馬試験員から松田ヘアピンを抜けていく。さあラジマがストレート、両者18周目、レース時間は3分40秒経過。And we've got about a minute and a half of this session left to go. Not long at all now to make your moves if you're going to do it. Can anybody get a car number one? This has been an extremely composed and serene drive from the car number one driver. さあトップスタート、荻原選手、ここまでは完璧なレース運び。さあ松田ヘアピンからラジマがストレートに入っていく。さあなんとか差を縮めたい松本龍斗選手、福井大会代表。さあ松本選手は中学生ドライバーですからね、非常に素晴らしいドライビングテクニックを持っています。さあ松田ヘアピンから今ラジマがストレートを抜けていくトップマシン。さあホワイト、オレンジ、ガンメタのマシンがトップです。Nathan, car behind the leader. Thank you. さあトップ2台は22周目に入っています。レース時間は間もなく4分30秒になります。And there's just 30 seconds left, not long for anyone to make a move here. 1.5 seconds is the gap at the front. Looks like number one could run away with this. さあラストスパート。カーナンバー1番荻原選手、1回目のこの決勝、ポールトゥーフィニッシュ、完全勝利でまずものにすることができるか。さあ松田ヘアピンに入ってくるトップマシン、ホワイト、オレンジ、ガンメタのマシン、そしてその後ろからホワイト、ピンク、パープルのカラリンが2番手。さあレースもう一周入っていった、これがファイナルラップになる。残り5秒。さあトップマシン今ストレートエンドから双葉コーナー3話ターンに戻ってくる。さあ最終コーナーを立ち上がって、カーナンバー1番東京代表荻原選手、1回目の決勝トップゴールインおめでとう。そして2番手には松本龍斗選手、そして松本克也選手、イスマイル選手、ゴミ選手、ネイサン選手の順で全試合ゴールとなっています。から発売されているトラックレーシングボディはです、今形的には2種類ですね。このキャビンタイプ、フロントがねストッて落ちているタイプと、もう1個はノーズのあるタイプ、この2車種となっておりますのでね、この辺りの形状を見ながら、あの順位ゼッケン見ていただくとレースのね、展開も分かりやすいかと思います。
さあカウントチェックは全車 OK です。それではスタートのシグナル音一度テストで流しますのでね、スタートしないようにご注意ください。さあそれではお待たせいたしました、 TRF チャンピオンシップ決勝 A メイン5分間のレーススタートです。ドライバーズオンザトーン、We go, fingers crossed for a nice clean start here. Nothing major happened then. We've got truck number one from two, three, four, five, six, and seven, all in number order at the top. さあ、まずは序盤トップスタート、町野選手。町野選手は蛍光イエロー、ノーズガールタイプですね。バギーラ、ファットボックスボディです。さあ、松田ヘアピンからラジマがストレートに戻ってきます。それを追いかける2番手、掛川大会代表、松浦健選手。ホワイト、イエロー、レッドのカラーリング、こちらはキャビンタイプですね、マン TGX。 さあ、KO ターンを抜けて競馬試験、そして松田ヘアピンを抜けていきます。トップ2台に注目。さあ、ラジマがストレートエンドから双葉コーナー、インフィールドに戻ってまいります。現在ポジションは1番、2番、3番、5番、9番の順で、レース時間は50秒経過です。 OK, we're 50 seconds into this race already, and well, number one's had an excellent weekend, and really it's just continuation on the themeAlready pulling away. Wow, look at that. There's one or two turns gap already coming up there. As they cross the line, it's 1.6 seconds. We're only a minute into the race. Fantastic driving. さあ、レース時間は1分間もなく20秒になるところ。トップスタート、松野選手が快調な走り。さあ、今、競馬試験から松田ヘアピンを抜けていきます。蛍光イエローのカラーリング、バギーラ・ファッツフォックス。さあその後ろ追いかけるホワイト、イエロー、レッドのカラーリングが2番手、松浦選手、そして3番手にはカーナンバー3番の竹本選手が続く。しかしこの辺りは混戦模様、1番、2番、3番、4番、9番、5番、6番、7番、この辺りは僅差で通過している。さあレースタイムは1分50秒経過です。 And we're nearly 2 minutes into this first A main final here, and truck number one has about a 2 second lead. You can see just roaring down the back straightand back into the infield now, into the Sangwa turn. 2 second lead from truck number two. Plenty of action further down the field with just about a second, covering four trucks in the midfield. さあ、レースは2分を経過、残り3分。さあ、トップスタート、ゼッケン番号1番。オールポジションの町野選手がポジションキープ。今、実況席の前を通過。蛍光イエローのファットフォックス。ポジションキープです。さあ、2番手ポジション、松浦選手も。キープをしておりますけれども、タイム差2秒、なかなかこの差を縮めることができない。さあ3番手には竹本選手、岡山大会代表のマシンがつけていきます。そしてそのすぐ後ろに北井優也選手、掛川大会代表のマシンがぴったりマークしていく。さあここでポジション入れ替わって3番手に北井優也選手上がってきたか、激しい3番手争い。さあその間にトップマシンは再び競馬試験から松田ヘアピンに戻ってくる。ラジマがストレート。さあここまで危なげない展開でトップをキープする町野選手、周回数13周目、長野大会代表です。さあこれでレース時間は3分経過、残り2分です。 With 3 minutes of this session gone and only 2 to go, well, truck number 1 has a 3.3 second lead, just steadily eking it out, looks in complete control of this race, and there's a big gap back to third as well. Looks like those two positions are pretty locked up, but everything behind is up for grab. Look at that close wheel to wheel racing.さあレース3分20秒経過、トップは今3話ターンを抜けていく蛍光イエローのバギーラファットボックス。さあ今周回遅れ前にいます、注意してください。さあ松田ヘアピンからラジマがストレート、抜けていくトップ町野選手、そして2番手のマシンも今ラジマがストレートに入っていく松浦選手、そして3番手北井優也選手、赤のバギーラ、今ラジマがストレートを抜けていく、すぐ後ろに竹本選手、同じくホワイトとレッド、ピンクのカラーリングのファットフォックスが追いかけていきます。1番、2番、4番、3番、6番という展開。レース時間まもなく4分になるところ。 And we're just about a minute to go here. Perhaps one of the great things to focus on is the race for third, and that is the red truck and the scarlet and white truck, which is just following behind. The gap there is only about 8 tenths as they come through. Looking back at the top, still a 4 second gap for truck 1. さあレース時間残り50秒。さあ後続4秒と引き離してトップをリード、町野選手。さあ今双葉コーナーから中央3話ターンを回っていく。さあ実況席の前を通過する蛍光イエローのマギーラファッツボックス、このまま1回目の決勝圧倒的な勝利を見せるのか町野選手。さあなんとか追い上げたい松浦選手、2番手マシンは今松田ヘアピンからラジマがストレートを抜けていく。タイム差は4秒53というカウント。
さあレース終盤戦残りは20秒。 And just 20 seconds left to go in this session. Can anybody make a final move? さあ鷲野選手今コース中央3話ターンに戻ってきている。さあこれで周回数22周目に突入。これが最後のラップとなるか。22周目。さあ今ラジマがストレートを抜けてインフィールドに戻ってくる。双葉コーナー、そして3話ターンを抜けて最終コーナー立ち上がる。ここでカーナンバー1番長野大会代表町野選手が1回目の決勝トップゴールイン。そして2番手に松浦選手、北井選手、倉井選手、赤堀選手、長井選手、竹本選手、早川選手、今井選手、鴨澤選手の順で全車ゴールインとなっております。さあ町野選手1回目の決勝は素晴らしい走り、圧倒的な速さでポールトゥンフィニッシュ、完全勝利で栄光をもぎ取っております。2番手の松浦選手もポジションキープ、しかし最後は3秒69まで迫りましたが2番手ポジションゴールインとなっております。さあカウントチェック10台全車 OK となっています。一度スタートのシグナルブザー鳴らしますんでね、これテストですからね、聞こえるかどうかのチェックです。それではマツダジュニアチャンピオンシップ決勝1回目 A メインスタートとなります。ドライバーズオンザターン。さあマツダジュニアチャンピオンシップスタート。Here we go then with the hot young properties in RC Racing, this Mazda Junior Championship. Let's see how it unfolds. さあまずはポジション通り1番、2番、3番、4番、5番の順でコントラインを通過。さあトップスタートの田辺選手のマシンはホワイトとブルーのカラーリング、その後ろ2番グリッド石田選手、ホワイトともう少し濃いブルーですね。その後ろ3番手掛川大会代表岡田選手はオレンジ色とブルーのカラーリングのマシンとなっています。さあトップグループ今実況席の前から KO ターン、そして競馬試験を抜けていきます。今回のコースの最難所、そして、ラジマがストレートを抜けていくトップグループ、非常にスピードが抑えられた中でのレースとなります。マツダジュニアチャンピオンシップ一周一周の走行ライン非常に重要となってきます。さあこれで各社4周をクリア、5周目に入っていく。さあ依然トップはポールポジションスタートの1番田辺選手がキープです。 OK and about a minute into this session and car number one still leading us from pole actually about an 8th 10th gap. You can just see them going in front of us now. Car number one holds an 8th 10th lead from car two, then 3, 4 and 5 in starting order. さあトップは広島大会代表田辺選手、ホワイトとブルーのカラーリング今コース中央3話ターン、その後ろ0コンマ8秒で追いかけるのが石田選手、ゼッケン番号2番、そしてカーナンバー3番岡田選手はさらにその後ろ0コンマ6秒でぴったりマークしていきます。オレンジ色とブルーのカラーリングのマシン、そしてその後ろからピンクのカラーリング愛知大会代表の森岡奈々選手、そして掛川大会代表宮島圭介選手、ゼッケン番号5番が続く。1番2番3番4番5番、ここまではスターティングポジション通り走行しています。さあ松田ヘアピンからラジマがストレートを抜けて双葉コーナーに入ってきます。トップマシン田辺選手、周回数8周目、レース時間はここで2分10秒経過です。 OK and 2 minutes in and you've really got to admire these youngsters. They seem to be holding up to the pressure fantastically. Car number 1, car number 2 haven't really put a foot wrong so far in this first half of the race. The gap is 1.1 seconds at the front. さあ非常に緊張感あふれるレースが続く。さあスピードが抑えられているだけにね、急激に差を縮めるというのが非常に難しいですので、なるべくここはミスをなく走り切るというのが非常に重要になります。レースタイムは2分40秒経過。ここまではトップスタートの田辺選手、落ち着いた走りでポジションキープです。さあトップマシン松田ヘアピンからラジマがストレート、皆さんの前を通過していきます。ホワイトとブルーのカラーリング、2番手のマシンもホワイトとちょっと濃いブルーのマシンですね。今回全車ボディは松田3を使用。レース時間3分経過、残り2分です。
And 3 minutes in with just 2 minutes to go here. And the gap's pretty constant at the front there, 1.2 seconds. But there's a really good battle going on behind between cars 3, 4 and 5 and number 9 as well. Just a couple of seconds encompassing those four cars.さあトップは13周目に入ります。カーナンバー1番田辺選手、今ラジマがストレート、そしてその後ろ1秒33差で2番手石田選手、そこからさらに1秒差で岡田選手、森岡選手、宮島選手と続きます。さあスターティングポジション通りの走行が続く決勝 A メイン、我慢の展開。さあレースは後半戦に入って、田辺選手このまま逃げ切れるか。広島大会代表小学生ドライバー田辺玲選手、さあ3話ターンから KTC コーナーを抜けていきます。ホワイトとブルーのカラーリング、それを追いかける石田選手、タイム差は1秒49、縮めることがなかなかできない、残り1分です。 OK, just a minute to go, and if we turn our eyes a little bit further back, there's a lovely battle going on between cars number 6 and 8. We did have a little coming together on the back straight there. さあ田辺選手、非常に落ち着いた走り。さあここまではミスもなく、スターティングポジションをキープ。さあ石田選手もなんとか差を縮めたいところではありますが、トップ田辺選手にミスが出ない限り、現在タイム差1秒38変わらず。さあコントラインを通過していく田辺選手、17周目、石田選手も17周目、そして岡田選手、森岡選手、宮島選手と続く。6番手には今井隆久選手、東京大会代表がつけます。あっとここで森岡選手、競馬試験のところでちょっとミスが出たか。ここでスターティングポジションがちょっと崩れた。さあトップマシンは今慶応ターンを抜けて競馬試験を抜けていきます。ここもギリギリを攻めていく田辺選手。レース時間残り5秒、これがファイナルラップとなるでしょう。さあ中央2枠コーナーから3枠ターンを抜けていきます。カーナンバー1番田辺選手、最終コーナーを立ち上がって、ここでトップゴールイン。マッチャジュニアチャンピオンシップ1回目の決勝、田辺選手がポールトゥフィニッシュ、完全勝利でものにしています。おめでとう。2番手には石田選手、3番手に岡田選手、宮島選手、今井選手、森岡選手、佐藤選手、田中選手、南川選手、中村選手の順で全車ゴールインです。非常に落ち着いた走りでしたね。田辺選手完全勝利で1回目の決勝、まずはものにしております。さあボディはですね、フォルクスワーゲンタイプ2、通称ワーゲンバス指定となっておりますが、シャーシがですね後輪駆動で、しかもちょっと速いモーターを設定しているというね、非常にスターティングポジションつく前に転倒に次ぐ転倒ね、この後ちょっと先が思いやられるんですけどね、本当にゆっくりでいいですからね。なんかパリッパリッとしてますね。大丈夫、グリーンのマシン、そしてグリッド20台ですからね、非常に長いグリッドとなってまいります。さあカウントチェックは20台全車 OK となっております。さあそれではね、シグナルブザーのチェックをしていきますけれども、大体ねこのエクストメリバス出てる方はね、自分でもスタート音出せるぐらいでもうタミヤグランプリ熟知しておりますのでね、私がドライバーズオンザトーンつったら皆さんプーンって言ってくださいね。一回練習しますよ。ドライバーズオンザトーン、やっぱプーンって言ってますね。声ちっちゃめですけどね。さあ一度本当にブザー鳴らしますんでね、これでスタートですからね、まだ動かないでくださいね。さあこの音でのスタートとなります。エクストリームバスクラスの決勝 A 名20台ですね、5分間長丁場となります。コースマシンの皆さんね、マシンがちょっと転倒が多いですんでね、十分ね注意してければと思います。それではエクストリームバスクラス決勝レーススタート、フライングにご注意ください。ドライバーズオンザトーン。さあやはり1周目から転倒。さあ20台コースをどこを切り取ってもバスだらけ。さあまず序盤の展開、さあカーナンバー2番片岡選手からトップで戻ってきています。イエローとレッドのカラーリング、 DHL カラーのマシンです。
カーナンバー2番、そして1番、3番、4番、7番と続きます。さあ、まずは序盤50秒経過、特集回数は4周目。さあ、片岡選手は今、松田ヘアピンからラジマガストレート、イエローとレッドのカラーリング DHL カラーのマシンとなります。3話ターンを今抜けていくところ、それを追いかける2番手には松村選手のマシン、ホワイトにブルーのカラーリング、サイドには01の文字が入っています。さあ、ここで大接戦。さあ、ラジマがストレートに入っていく2台のマシン、2番3番タイム差0コンマ3秒。さあ、3話ターンから KTC コーナーを抜けていく。さあ、激しい展開、0コンマ2秒差、転倒しているマシンをスルッと抜けていった。おっと、ここでサイドバイサイド。さあ、ラジマがストレートに入っていく。トップ2台、イエローとレッドのマシンが先頭、すぐ後ろにいるホワイトとブルーのカラーリングが2番手となっています。そして3番手には脇坂選手が続く。カーナンバー1番はオレンジのカラーリングです。さあ、ここで松村選手が前に出た。ホワイトとブルーのカラーリング01サイドの文字が入っている。さあ、コース中央3話ターンを抜けていきます。レース時間は2分経過、残り3分もあるよさあ、松田ヘアピンからラジマがストレートを抜けていく。カーナンバー3番の松村選手、そしてこの辺り2番手少し離れてしまっているか。さあ、トップマシンが今コントロールラインを通過して10周目、そして今2番手の片岡選手同じく10周目、2秒差。そして近い選手上がってきた。おっと、ここでトップが試験員のところで転倒してしまった。さあ、これで再び片岡純選手トップに出たか。イエローのマシン DHL から今KTC コーナーから実況席の前を通過、11周目、トップ入れ替わっています。そして近い選手が2番手、オレンジ色とグリーン、イエローのカラーリングのマシン。さあ、今ラジマがストレートに入っていく。さあ、トップは再びカーナンバー2番の片岡純選手、 KTC コーナーから実況席の前を通過。イエローとレッドのカラーリング、 DHL のロゴが入ったワーゲンバス、12周目、それを2秒差で追いかけるのが近い選手、脇坂選手、敏夫選手、篠原選手と続きます。2番、4番、1番、5番、7番、3番、9番、15番の展開。レース時間は3分10秒経過です。5分間で争われるエクストリームバス決勝レース、さあ、どういったこの後展開を見せるか注目。さあ、再び松村選手転倒してしまっているか。さあ、トップは13周目。さあ、 KTC コーナーから実況席の前に戻ってきます片岡選手、イエローとレッドのカラーリングのバスがトップをキープ。さあ、それを追いかける近い選手、蛍光オレンジとグリーン、イエローのカラーリングのマシンとなります。しかしタイム差は2秒71、ちょっと開いているか。しかしワンテントあればですね、これポジションひっくり返りますんでね、最後まで気が抜けない展開。15周目、レース時間3分45秒経過です。トップマシンはラジマがストレートを抜けて町もコーナー、そして双葉コーナーから3話ターンを抜けていきます。イエローのカラーリング、片岡選手がポジションキープです。そして2台挟んで近い選手が追いかける。16周目、タイム差は2秒44、そこから1秒差で脇坂選手も追い上げを見せる。あっと、脇坂選手転倒、これはちょっともったいない。ここで敏夫選手が3番手に上がってきた。ブラックにブルーの LED ライトを点灯したマシン。さあ、レース時間は残り約40秒。さあ、トップは片岡選手がキープ。イエロー、レッドのカラーリング、 DHL カラーのマシン。さあ、再び実況席の前に戻ってきます。さあ、これで18周目に入った。さあ、2番手近い選手、タイム差は3秒16、ちょっとなかなか追いつけないか、難しいか。残りは20秒。さあ、片岡選手ミスなくあとは逃げ切りたい。さあ、 KTC コーナーからホームストレートに戻ってきて、これで19周目。さあ、これが最後のラップとなるか。さあ、片岡純選手エクストリームバス優勝をめがけて今3話ターン抜けていく。さあ、最終コーナー立ち上がって、ここでカーナンバー1番脇坂選手が最後の最後逆転でトップ。もう1周入っていったか、あ、違うね、片岡選手がトップで入っています。脇坂選手最後にミスカウント入ってきましたいやらしいな、最後に。さあ、トップは片岡純選手が逃げ切りました。そして2番手近い選手、敏夫選手、西野選手、篠原選手、松村選手の順でゴールとなっております。さすがですね、その辺もミラクルな感じでね転倒でカウント入りましたね。ちょっと修正しておきます。
村川選手、岡選手、本間選手の全13名で争われます。決勝 BB も A メイン同様5分間で争われます。さあお待たせいたしました、B メイン2番松永選手はリタイアとなります。全12台で争われます。では一度ですね、スタートを鳴らします。このトレースタートとなります。ではコースマーシャルご協力お願いいたします。いらっしゃいますね。お願いいたします。では M スポーツチャンピオンシップクラス決勝 B メイン5分間のレーススタートです。 Drivers on the turn. All right, here we go then. 11 cars on the way here in this B main for the M Sports class, and it's all pretty、close wheel to wheel action right in the first lap here. Whoa, a bit of action on the infield there.決勝 B メインスタートしております。さあポールスタート、宮島選手トップで走行、そして2番手にはカーナンバー、おっと突破シーン転倒。さあ松田ヘアピンのところにトップマシーン転倒してしまい、これカーナンバー3番鈴木拓也選手がトップダッシュ、そして2番手に韓国代表リー選手がついていきます。そして3番手にはカーナンバー6番ですね、松尾選手上がってきております。Okay, about 50 seconds of this session gone, and it's like car number 3 is leading us around from Lee, who's hot on his coattails. Car number 5, just 3/10, the gap is between those two cars. さあレースタイム1分5秒を経過しております。依然トップカーナンバー3番鈴木選手、コントラインを通過、KO プロポ、そして、競馬資金を通過していきます。松田ヘアピン、そしてラジマガストリートを通過していく、ホワイト、蛍光、イエローのカラーリングのマシン、トップを走行、そして2番手にはカーナンバー6番松尾選手がつきます。ライトニングマックイーンのカラーですね、メタリックレッドのカラー、カーナンバー6番現在2番手を走行、3番手カーナンバー5番の、韓国代表リー選手がつきます。以下9番7番8番4番1番13番11番10番とついていきます。さあ時間は1分40秒経過です。 OK, and we're a minute and 40 seconds into this B main. That's some great racing going on at the front here.Car number 3, now stretched out quite a significant lead actually from car 6 and Lee in car 5. Manny had a bit of trouble at the start, some bad luck with crashes, but back up to position 6. Excellent driving. さあレースタイム2分を経過、残り3分。さあ依然トップカーナンバー3番鈴木拓也選手、双葉コーナーを抜けていきます。ホワイト、ブルー、蛍光、イエローのカラー、 KTC コーナーを通過していきます。カーナンバー3番がトップを走行、競馬資金、そして松田ヘアピンを通過します。ホワイト、イエローのマシン、トップを走行です。前走車気をつけてください。そして2番手カーナンバー5番リー選手が続きます。ホワイト、レッド、オレンジのカラー、今マッチモアコーナー、双葉コーナーへと入っていきます。3番手カーナンバー9番岩手大会代表渡辺選手が続きます。渡辺選手、ホワイト、ピンクのカラーリングのマシン、さあ競馬資金1台点灯します。マシャル、ありがとう。 Okay, halfway through this session now, 2.5 minutes left to go. Let's see how things are shaking up. Well, still car number 3.Which is the white and fluorescent yellow car, leads us around about 5.8 second gap now to Lee, down in second. Manny, you're moving on up to fifth position right now. Nearly 2 minutes to go. さあレースまもなく3分を経過、残り2分となります。依然としてカーナンバー3番鈴木選手トップをキープ、ホワイト、イエローのカラーリング、競馬資金、そして松田ヘアピンを通過、カーナンバー3番トップ、そして2番手カーナンバー5番リー選手が続く、 1.1 秒差、1台挟んで2番手を走行、3番手カーナンバー9番の渡辺選手が続く展開。さあバックマーカーパスして、ここで直接対決、3番5番現在トップ争い、
レースは3分20秒経過。And we've got less than 2 minutes to go in this session now, and there must have been something happened at the top there, because Lee is back to within just 8 tenths of the leader, the number 3 car and the number 5 car. This looks like it's going to go all the way down to the wire. Manny, well, he's charging up from as low as position 10 up to P4 now. Less than 90 seconds to go.さあレース3分45秒経過。さあ依然として鈴木選手トップをキープ。2番手韓国代表リー選手が続きます。その差はコンマ8秒差。おっと収穫に接触。さあこれで順位が変わった。韓国代表リー選手が前に立った。カーナンバー5番。おっと、そして競馬試験で接触。さあレースタイム4分10秒を経過しております。Okay, and less than 50 seconds to go, and it's all happening in the infield here. Plenty of cars tumbling into each other. At the moment, Lee is keeping his cool, and he's away at the front with a 3-second lead there, profiting from some mistakes from his rivals. さあ、レース戦はまもなく4分30秒。トップは韓国代表、リー選手。ホワイト、レッド、オレンジのカラーリング、カーナンバー5番。松田ヘアピンを通過。ラジマがストレート。そしてマッチマーコーナーへ入っていきます。カーナンバー5番トップをキープ。そして2番カーナンバー3番鈴木選手がついていきます。さあレースは残り間もなく10秒。 OK, 15 seconds to go in this session. Lee still leads and Manny's had some awful trouble, but he's still up to P5. さあレース間もなく5分となります。さあ時間はここで5分を経過。5分経過と同時にカーナンバー5番韓国代表リー選手決勝 B 面優勝おめでとう。そして準優勝長野大会代表鈴木選手、第3位岩手大会代表の渡辺選手となっています。5番3番9番トップ3、1番4番とゴールインとなっております。さあ B 面優勝韓国代表リー選手おめでとうございます。 GT チャンピオンシップ B 面の選手の方は操縦台までお越しください。So calling the GT class is B main. GT class B main is also being called. Yeah, just and once everyone gets started, please come back. Yeah, cheers.Drivers on the tone. Let's see what happens here in the infield. We had a little bit of a couple of comings together, and there's one car down, but mainly the front runners seem to have got away quite cleanly. And car number one leads from two, from three, from four, from six. さあ、B面スタートしています。さあ順当に1番2番そして4番3番6番8番7番と通過していきます。グリーンホワイトそして蛍光レッドのウィング。カーナンバー1番岡山大会代表小林選手トップを走行。そして2番手にはカーナンバー2番田中選手が続く。イエローブルーのカラーリング。カーナンバー2番3番手カーナンバー4番女性ドライバー松尾選手が、おっとこれ2番手浮上。さあピンクのカラーリング、松尾玲奈選手2番手に浮上です。蛍光ピンクのカラーリングのマシンライトニングマックイーンカラー。3番手からナンバー2番の田中選手が3番6番と続く展開。さあレースまもなく55秒経過です。And with about a minute of this session gone, it looks like we're going to be treated to some quite close racing here, as all of the cars are pretty bunched up. Although number 2 car did just have a bit of a mishap there. Car number 1 leads us across the line from car 4, 3, 6 and 8. There's about a 1 second gap at the front here. さあレースは1分15秒経過しております。さあボード、タイムは表示されていませんけども計測を行っております。
さあこれが7周目と入っていきます。ホワイトグリーンのカラーリング、カーナンバー1番小林選手トップをキープ。今バックストレート、マッチモアコーナーと入っていきます。そして2番手カーナンバー4番松尾選手がその後ろ 1.1 秒差。3番手カーナンバー3番山下選手が続きます。蛍光グリーンホワイトのカラーリングのマシン。以下6番8番7番と続く展開。さあトップ2台は今 1.2 秒差といったところ。さあ小林選手逃げ切ることができるか。1分45秒経過です。さあ3番コーナーつ止まってます。さあこれでクリーンになります。さあ時間は残り2分を経過、残り3分となります。Alright, 2 minutes of this session gone. Car number 1 still holds pretty healthy 8 tenths of a second lead over the pink car number 4, although that gap is coming down slightly as we watch them go down the straight. Yep, you can definitely see the pink number 4 car is closing in. さあトップ集団まもなく最終コーナー、コントラインを通過。さあトップ2台かなり接近してきている。その差はコンマ3秒差。さあ小林選手、松尾選手、ホワイトグリーンのマシン、そして蛍光ピンクのマシンが現在2番手を走行。オレンジのマシン気をつけてください。ありがとうございます。さあ1番4番6番3番8番トップ5で通過。さあレース2分40秒を指すところ。And we're halfway through here and it looks like it's just a good matter of time before number 4 finds a way past. Where's he going to make a move on car number 1? さあ1番小林選手トップをキープ。だがその後ろカーナンバー4番小林、松尾選手がかなり近づいてきている。さあテール2の状態。さあインから攻めてくる。さあどこで仕掛けるか松尾選手。さあ時間は3分経過、残り2分。Okay, 2 minutes to go. Probing, looking for that opportunity. It's a pink number 4 car, but number 1 doing a sterling job to hold him off. How long can he do it though? さあこの試合はコンマ2秒差で通過していく小林選手、松尾選手。さあトップマシンは今3話コーナーへと入っていきます。ありがとうございます。さあコントラインを通過。さあ時間3分20秒経過。1番4番トップ争い、松田ヘアピン、マガジンストレート。そしてマッチマーコーナーへと入ってくる。さあどこで仕掛けてくるか。レースタイム3分30秒経過。 Okay, just 90 seconds to go and car number 4 is all over the back of car number 1. Is there anything she can do though to get by? Just 90 seconds to go. さあ1番4番依然トップ争い、コンマ2秒差。そして3番手にカーナンバー6番湯本選手。3番2番8番7番10番9番11番12番5番という展開となっている。3分50秒経過。さあトップ2台はマッチモアコーナーに入ってくる。ホワイトグリーンのマシン、ピンクのカラーリング、現在2番手を走行松尾選手。さあ女性ドライバー、さあどこで仕掛けてくるか。さあ時間は4分経過、残り1分。 okay, さあレース終盤戦、大きなのいった。さあ松尾選手インからいったピンクのカラーリング。さあこれで逃げる展開となる。レースは残り50秒。 Just 50 seconds to go. Has car number 1 got anything back in the locker? Can he get back and find a way through? さあ4番1、おーこれサイド逆転。さあこれ詰まってしまった。さあこれで4番1番小林選手がトップラッシュ、ホワイトグリーンのカラーリング。そして2番手にカーナンバー6番湯本選手が続く。レースは残り30秒。30 seconds to go. さあ1番6番4番トップ32番3番続く。おっと湯本選手先頭。さあこれで松尾選手が2番手浮上。さあレースタイムは残り15秒。トップ小林選手変わらず今ラインを通過。そして2番手松尾選手は今通過する。その差は 3.3 秒差。レースタイムは残り5秒。さあ時間はこれ5分を経過。さあ7番から5輪。そしてカーナンバー1番小林選手決勝 B 面優勝おめでとう。準優勝松尾選手、第3位が湯本選手となっております。小林選手最後逆転しました。 B 面優勝となります。おめでとうございます。Calling the B main for the TRF class as well. さあ決勝 B メイン、トップスタートは掛川代表の根岸選手、そして愛知大会代表の鈴木浩二選手が2番グリッド、そして愛知大会代表の内藤選手が3番グリッド、
さあこの3台先頭に虫ヶ選手、小枝選手、岡林選手、渡辺選手、川村選手、追記選手、倉谷選手、松田選手、佐野選手、溝口選手出走予定となっています。12台の出走かな。それでは一度ですね、シグナルのブザー音のテストします、テストですので走らないでください。さあこのブザー音でのスタートとなります。それではコースマーシャル皆さんよろしくお願いいたします。 GT チャンピオンシップ決勝 B メイン5分間のレーススタートです。 Drivers on the turn. Here we go, 12 cars underway. Always a bit of a worry how they go through the infield, and yet there's been a little bit of trouble, but looks like the top again got away cleanly here. 1, 2 and 3 showing the advantage of a fast qualifying time. さあハイスピードバトル GT チャンピオンシップ決勝 B メイン5分間のレースがスタートになりました。さあ序盤からいきなりトップ2台が接戦状態、1番と2番根岸選手と鈴木選手です。今ラニマがストレートを抜けて双葉コーナー3話ターンに入ってまいります。先頭行く根岸選手のマシンはホワイト、ピンク、ブルー、イエローのカラーリング、ボディは NSX でしょうか。その後ろから追いかける愛知大会代表鈴木選手、ホワイト、レッド、ブラックのカラーリング。さあ今両者タイム差0コンマ3秒で走行しております。レースタイム50秒経過です。 OK, in about a minute gone, there was plenty of trouble around the corners, the first corners in. I think we're going to have a new leader the next time we go across the start line. Let's see. Yep, car number 5 now leads us across, but there's almost no gap to car number 6. Can these two take it away from here? さあ5周目でポジションが大きく入れ替わった。上位陣がミスが出た間にカーナンバー5番の小枝選手が上がってきている。5番、6番、9番、7番、11番という展開。さあ先頭はホワイトとグリーン、そしてオレンジ色のカラーリングですね。今競馬試験員から増田ヘアピンを抜けていきます。このマシンが先頭、皆さんの前を通過。すぐ後ろにいるホワイト、ブラック、そしてピンクのウイングでしょうかね、岡林選手が2番手となっています。さあ両者タイム差は0コンマ7秒で追いかける5番、6番、9番、7番、11番という展開。レースタイムは1分50秒経過です。Nearly 2 minutes into this session, there's a couple of questions really. Can car number 6 stay on the coattails of car number 5? And can this group behind, with car number 9, make their way up and make it a 3-horse race? At present, the gap is 6/10 at the front. The green car leads us round. さあ、トップは依然北海道大会代表、小枝選手がキープ。ホワイト、オレンジ、グリーンのカラーリング。さあ、今、マッチモアコーナーから双葉コーナー、3話ターン、コース中央に入ってきます。そしてそれを追いかける岡林選手。ホワイト、ピンク、ブラックのカラーリング、ボディはフェラーリをチョイスしています。さあ5番、6番、9番、7番、2番と5カウント。レース時間折り返しの2分30秒経過。 OK, here we are halfway through the race in car number 5. Looks like getting used to running at the top here. The gap has now stretched out to 1.7 seconds. Looks like car 6 is finding it a bit difficult to keep up. Car 9 is dropping back too. Is it all going to go the way of car number 5?さあ小枝選手がトップをキープしていく。今マッチモアコーナー、そして双葉コーナーから3話ターン、コース中央に戻ってきています。実況席の前を通過、ホワイト、グリーン、オレンジ色のカラーリング、ボディは GTR、 その後ろから岡林選手が1秒差、そこから2秒差でゼッケン番号9番をつけた追記選手が上がってきている。さあ今マッチモアコーナーを投げていきます。3番手、5番、6番、9番、4番、2番というカウントになっています。レース時間は3分15秒経過。さあ、less than 2 minutes to go here. Let's see, car number 5 has a 1.2 second lead the last time round. And that's still, yep, no change there. 1.2 seconds the gap there. And those two really pulling away from the rest of the field. It looks like it's going to be decided between them. さあ、レース3分30秒経過。トップは今、KO ターンを抜けていくところ。さあ、競馬試験から松田ヘアピン、そしてラジマがストレートを抜けていく。ホワイト、オレンジ、グリーンのカラーリング、ゼッケン番号5番、北海道大会代表の小枝選手がレースをリード。その後ろから岡林選手、ここで差が縮まってきたか、0コンマ4秒差。松田ヘアピンからラジマがストレート、トップ2台接近中。さあ双葉コーナーから3話ターン、 KTC コーナーを抜けていく。
さあこれでコントロールライン、タイム差は 0.2 秒となった。レース時間残り1分。 OK, just a minute to go. Whoa, what's going on here? Car number 6 is right on the coattails of car number 5. He's all over him like a cheap suit. Can he get by? さあ両者今ストレート皆さんの前を通過していく。ホワイトとオレンジ、グリーンのマシンが先頭、ブラック、ホワイト、ピンクのカラリンが2番手。さあ KTC コーナーから実況席の前を通過、 0.2 秒差、周回数は22周目、残り30秒。 30 seconds to go and it looks like we're going to be treated to a really close finish. Who's going to come out on top between these cars? さあ3番手には虫賀選手、そして鈴木選手、鈴木選手と続く。おっとここで突破シーンがちょっと接触。さあこれで岡林選手が前に出た、カーナンバー6番。さあレース終盤戦残りは10秒、もう1周入っていく。これがファイナルラップとなるか。さあ岡林選手先頭、すぐ後ろに小枝選手。さあこれが最後のターンになってくる。3はコーナーを抜けて最終コーナー、ここでインから入ってきたが岡林選手が逃げ切ってトップゴールイン。 B メイントップゴールは四国大会代表岡林翔司選手、おめでとう。最後は 0.06 秒差、ほぼ横並びで小枝選手、北海道大会代表が2番手、虫賀選手3番手、鈴木選手、松田選手、倉谷選手、根岸選手、渡辺選手、佐野選手、内藤選手、鈴木選手、川村選手の順でレース終了となっております。最後は大接戦、 0.06 秒差で岡林選手逃げ切って B メイン優勝を飾っております。一度テストでシグナルブザー音を出しておきます。このブザー音で一斉スタートです。 OK ですね。このブザー音がしてスタート、フライングは十分注意してください。さあ5分間で争います。一斉スタート、5分経過後に一番最初にゴールライン通過したマシンが B 面優勝という形になります。一発勝負のレースです。さあそれではコースマーシャル、皆さんよろしくお願いいたします。それでは TRF チャンピオンシップ決勝 B メイン5分間のレーススタート。ドライバーズオンザターン。オーライト、ヒアウィーゴー。アンドアゲイン、レッツシーイフエブリバディ、ノー、ノットエブリバディカンメイクイットスルーズインフィールドセーフリー、バットワンスアゲイン、ザインポータンスオブアグッドクオリファイングセッションイズオーバーステイテッドヒアウィズ1、2アンド3リーディングアスアラウンド。さあトレーラーヘッドによる激しいバトルが開幕。さあトップ2台接戦のまま3話ターンから実況席の前に戻ってきた。1番2番栗山、村上、余儀選手と続く。おっとここでトップマシーンがちょっとコースから外れてしまった。さあこれでトップ入れ替わって九州大会代表村上選手が前に出たか。あっと激しい接戦、再びトップ入れ替わってきた。さあこれでカーナンバー5番、ピンクとブラックのカラーリングは余儀健太郎選手、東京大会代表。さあ今ラジマガコーナーから双葉コーナー、そして三和ターン中央に入ってきます。しかしすぐ後ろホワイトのマシンがぴったりマークしていく。村上選手 0.2 秒差で追う展開、そこから1秒差でゼッケン番号3番の木所選手が続きます。レース時間1分経過。 1 minute gone and wow, what an interesting start to this race. Looked like trucks number 1 and 2 were going to be going away with it, but while they were fightingLaRue nips number 5, the pink truck, and now leads the standings here in 5 and 2, but just starting to edge away from the other trucks here. Let's see how things work out in the middle part of the race. さあ、レース時間1分20秒経過。さあ、トップ2台が今実況席の前を通過。先頭はピンクとブラックのカラーリング。その後ろからホワイトに蛍光カラー、オレンジ色とイエローが入ったマシンが2番手。5番と2番のゼッケンをつけています。0.1 秒差。さあコース中央から KTC コーナーを抜けて実況席の前に再び戻ってくる。両者8周目に入ってレース時間は1分45秒経過です。 OK, 1 minute and 45 seconds in, and this is really good racing at the front、from these two trucks, the pink truck、and the white truck, although it looks like number 5 has opened up a little bit of a gap. It's really nip and tuck at the front there. さあ現在トップ5、5番、2番、7番、4番、3番となっています。先頭はピンクとブラックのカラーリング。さあ KTC コーナーから実況席の前を通過していきます。さあ周回数は10周目、
そしてそれを村上選手タイム差0コンマ9秒で追う展開。さあ両者ラジマがストレートを抜けて2はターンに戻ってくる。さあトップ争い5番と2番続いていく。さあレース時間は間もなく2分30秒折り返し地点です。 All right, halfway through and it looks like number 5 had kind of settled into a bit of a rhythm at the front here. The gap between those front two was 1.2 seconds the last time aroundThere's plenty of close battles going on throughout this field though, so please do scan your eyes across the whole race. さあ、レース時間2分50秒経過。トップをキープする余井健太郎選手、カーナンバー5番のマシン、ピンクとブラックのカラーリングマン。さあ、KTC コーナーを抜けて実況席の前を通過。ここで後続村上選手、少し差を広げてきているか、1秒31。その後ろから木所選手、掛川大会代表、そして福井代表の栗山選手、愛知代表松尾選手が続きます。5番、2番、3番、1番、7番トップ5カウントでレース時間は3分10秒経過です。 And there's less than 2 minutes to go in this race now. And if anyone's going to do anything to stop truck number 5, it's going to have to be number 2 by looks of it. These two are well away at the front of the race here. We've got about 90 seconds of this session to go. さあ3分30秒、残り1分30秒となります。依然トップをキープするカーナンバー5番のマシン、余木選手がレースをリードしていきます。さあ今実況席の前を通過して16周目。そしてその後ろ1台挟んで村上選手、2番手のマシンが0コンマ8秒差で追う展開。さあ間もなく4分になるところ、残り1分、ラストスパート。 OK, just a minute to go coming up here and things are closing up a little bit at the front. Let's see just what this last minute has in store for us.さあトップピンクとブラックのマシンは今3はターンを抜けていく。そして1台挟んで2番手の村上選手が続く。さあ残りは50秒。さあ余木選手逃げ切れるか、そして追いつけるか村上選手。さあタイム差1秒の攻防となっています。残りは40秒。さあトップは KTC コーナーから実況席の前を通過するピンクブラックのカラーリング。レース残り30秒です。Okay, just 30 seconds to go, and well, it's going to be down to these two, isn't it? Who's going to get there? Can number 5 hold them off, or will number 2 do something miraculous to come back for the win? さあ残り20秒、19周目をクリア。20周目に入りました。トップ2台。さあトップは今マツダヘアピンからラジマがストレート、皆さんの前を通過していく。2番手のマシンは白に蛍光、イエロー、オレンジのカラーリングのマシン。タイム差1秒86で続きます。さあもう1周入っていった21周目、これがファイナルラップとなりそう。さあトップマシンはマツダヘアピンからラジマがストレートに入っていく。ピンクブラックのカラーリング、ゼッケン番号5番の余木選手。さあ2羽コーナーから3羽ターンを抜けて最終コーナー手前立ち上がって、ここで B メイントップゴール、カーナンバー5番、東京大会代表余木健太郎選手、優勝おめでとう。2番手に村上選手、そして栗山選手、木所選手、松尾選手、中田選手、中村選手、西田選手、安藤選手、鹿見選手の順で全車ゴールインです。それではね、スタートのシグナルの音のテスト1回しますんでね、動かないでくださいね。 This is just a test. Please don't start. さあこのブザー音が鳴ったらスタートとなります。この音が鳴る前に動いちゃうとフライングになりますのでご注意ください。さあ小中学生ドライバー、ジュニアドライバーで争われてまいりますマツダジュニアチャンピオンシップ。今回この決勝レースは全車マツダ3のボディでの出走という形になります。さあそれではコースマーシャル、皆さんよろしくお願いいたします。まもなくレーススタートとなります。こちらも5分間のレースです。それではお待たせしました、マツダジュニアチャンピオンシップ決勝 B メインスタートです。 Drivers on the turn. So here we go then with our future superstars of RC, the Mazda Junior class here at the Tamiya World Championships 2019 and Sky.
in a colorful orange and yellow number one car leads us around. さあ、マツダジュニアチャンピオンシップ決勝 B メインがスタートとなります。さあ、トップスタート、タイ代表のスカイ選手のカラーリングは綺麗なグラデーションカラー、オレンジ色からイエローに変わるカラーリングのマツダ3。その後ろ、カーナンバー2番東海林選手、蛍光イエロー、ピンク、ブルーのカラーリングで続きます。タイム差は0.3秒。そしてその後ろからゼッケン番号3番の国領選手、こちらはホワイトとオレンジ色のカラーリングですね。そしてその後ろ、ブルー、ホワイト、ピンクのカラーリングはカーナンバー4番福井代表の上野選手が続きます。1番、2番、3番、4番、6番という展開でレース時間1分経過です。 OK, 1 minute of this session gone. We have 1 minute of this 5 minute race gone and Sky looks to be pulling out a little bit of a lead at the front there. Great driving, young man. さあ、トップスタート、スカイ選手がここまではいい形でレースを展開していきます。周回数は5周目を走行中。さあ、 KTC コーナーから実況席の前を通過していきます。オレンジ色のグラデーションカラーのマシン、その後ろから東海林選手1秒差、さらにそこから 0.8 秒差で国領選手が続く。さあ、抑えられたスピードの中でのバトルとなっています。マツダジュニアチャンピオンシップ、いかにミスを少なく走り切れるかポイントとなります。レース時間は1分40秒経過です。Okay, 1 minute and 40 seconds gone, and this is really lovely, clean racing from our guys and girls on the track here. Sky, at the moment, from Thailand, has an impressive 1.1 second lead, although I bet that's probably grown a little bit on this lap. さあ、トップは依然カーナンバー1番のタイ代表、スカイ選手。マツダヘアピンからラジマがストレートを抜けていきます。グラデーションからオレンジ色からイエローの非常に綺麗なカラーリングのマシンで走行中。3話ターンを抜けて KTC コーナー、実況席の前コントロールラインを通過して9周目に入っています。さあ、2番手3番手、ここかなり接近してきている。2番のマシンに対して3番のマシン 0.3 秒でコントロールラインを通過です。レース時間は間もなく折り返しの2分30秒となります。 OK, we're nearly halfway through this session and now Sky is starting to come and slice through the back markers as he goes here. Now the gap at the top now is 2 seconds to car number 2 from 3 and 4 and 5.So we're in starting order at the top of the field. さあ、レース時間2分50秒になるところ。さあ、タイ代表のスカイ選手がポジション、スターティングポジションをキープしてトップをして走ります。マツダヘアピンから今ラジマがストレートに入っていく。グラデーションカラーのマシン。そして2番手ポジション東海林選手、それから3番の国領選手もポジションキープ。4番上野選手、5番五十嵐選手もポジションキープで走行中。1番2番3番4番5番という展開で現在スターティングポジションキープで走行中。レース時間は3分15秒経過です。 OK, with more than 3 minutes gone then we've only got about 2 minutes left to go here、and Sky is making a very sure footed run here, a 2.5 second lead、for the number 1 car last time round and that gap has just about stayed the same.さあ、残り1分30秒、スカイ選手このまま逃げ切るか。さあ、双葉コーナーから3話ターンを抜けていきます。グラデーションカラーのカラーリング。さあ、そして2台挟んで東海林選手と国領選手の2番手争いは接近戦、 0.2 秒差という展開で間もなくレースは4分経過です。 OK, we're coming up to a minute to go in this raceAnd you've really got to admire these guys and girls. This is a long time to be concentrating in a high-pressure situation like this. And Sky still leads us round. The gap is 3.1 seconds. Behind, it's really close. さあ、トップマシンはコース中央。3話コーナーを抜けて KTC コーナー、そして実況席の前を通過していきます。そして2台挟んでその後ろ、2番手争い。蛍光イエロー、ピンク、ブルーのカラーリングが2番手東海林選手、そしてすぐ後ろ国領選手はホワイトとオレンジのカラーリング。おっと、ここで周回遅れのマシンと絡んだがポジションは変わらずか。おっと、ちょっと収まって国領選手がマシンと絡んでしまって少し差が開いたか。さあ、その間にスカイ選手は先頭を下走る17周目。レース時間は残り20秒。 And there are 20 seconds left to go in the final 20 seconds hereさあ、残り時間少なくなってきた。これがファイナルラップとなるか。スカイ選手、カーナンバー1番。さあ、双葉コーナーを今駆け上がってくる。3話ターンを抜けて最終コーナー、
カーナンバー1番タイ代表スカイ選手が B メイントップゴールおめでとう。そして2番手争いを制するのはまずは2番の東海林選手から入ってくる。そして国領選手、上野選手の順で全車ゴールインです。さあトップスタートタイ代表スカイ選手が完全勝利、フォルトゥフィニッシュでの優勝を飾っております。さあこの10名を先頭に梅田選手、西野選手、渡辺選手、川村選手、池選手、島村選手、松村選手、増尾選手、多賀選手、宮川選手出走となります。さあ一番先頭のスタート位置から一番最後尾ね、20位まで約コース半周ぐらいの差がねありますからね、非常に長いレースとなります。20台でのレースとなります。さあそれではコースマーシャルね、皆さんよろしくお願いします。さあそれではお待たせいたしました、マスターライダーズクラス決勝 A メイン5分間のレース、20台での出走となります。それではフライングにご注意ください。ドライバーズオンザトーン。さあトップスタート奥山選手、まずはポジションキープで戻ってきた。さあ先頭は LED ライトを点灯させているベネトンカラー、イエロー、ブルー、レッド、グリーンのカラーリング、その後ろから抵抗オレンジとグリーンのカラーリング、近い選手ストレート早め。さあ双葉コーナーから3話ターンに行く。さあここは左右切り返し、 KTC コーナーから KO サークルに向かいます。さあまずはトップ2台のバトル、奥山選手対近い選手、その後ろから加藤健太選手、スバルカラー、メタリックブルー後半伸びがすごい、横に並んで接触、自ら起き上がったが、その後ろから加藤選手が迫ってきた。そうなんです、このデュアルライダーは転んでも自分で起き上がることができるんです。さあ後ろぴったりマークしていく奥山選手、近い選手、おっと、おー、インから綺麗にプレッシャーをかけてインから入っていった近い選手。さあここでぐんぐん伸びる。さあ近い選手は蛍光、オレンジ、そしてグリーン、イエローのカラーリングです。さあ2番、1番、そして3番と続く。さあ近い選手、松田ヘアピンからストレートを投げていきます。近い選手、奥山選手、その後ろ少し離れて加藤選手、そして山口選手、米村選手、2番、1番、3番、8番、9番と続いていきます。さあトップ2台コントラインを通過、今度は奥山選手がプレッシャーをかける。さあケイバシケインから松田ヘアピン、インナーギリギリ。さあここで加藤選手3番手のマシンが接触。さあこれで山口選手が3番手に浮上です。あーっとトップマシン転倒、しかし追い抜いた奥山選手も転倒。さあまだまだわからない。さあ KO サークルからケイバシケインを抜けていくトップ2台、ベネトンカラー、色カラフルなイエロー、ブルー、レッド、グリーンのカラーリングがトップ。おっとここですストレート伸びてくる近い選手、あーっとここで転倒なかなか、あー後続に巻き込まれてしまった。さあこれで近い選手カーナンバー2番がトップに立つ。さあこっから直線番長近い選手の伸びる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 さあなんとか追いつきたい。2番手には山口選手上がってきています、グリーンのカラーリング XBOX からですね。さあ3話ターンを抜けていく、あと奥山選手転倒。さあ少し焦ってしまったか。さあ先頭はカーナンバー2番の近い選手、今松田ヘアピンを抜けて皆さんの前を通過していきます。あっと転倒。さあこれでトップに変わったカーナンバー8番の山口選手、しかしここから怒りのストレート伸びてくる、大丈夫かあのモーター。さあこの後どういう展開を見せるか、レースは3分を経過、残り2分サイドから声援がかかります。さあ山口選手がトップ、メタリックグリーンのカラーリング、今ラジマがストレートを抜けていく、マチモアコーナー、そして1台挟んで
加藤選手、近い選手が追いかけていく。さあここで近い選手が2番手に上がっていた。さあ再びトップ3台接近戦、 KO サークルから競馬試験松田ヘアピン、あと自らのスピードにぐらついてしまった。さあストレート、しかし伸びる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 。さあトップ3台双葉ターンを抜けていく。3分30秒経過。さあ山内選手逃げ切れるか、そして近い選手のこのプレッシャーすごい。さあ KO サークル競馬試験後ろぴったり、あーっと今度は山口選手がバランスを崩した。なんとか持ちこたえたが今ストレート、さあここでストレート伸びてくる、あーっとプレッシャーに負けてトップマシン壁に接触。さあこれで近い選手がトップに立った。さあカーナンバー2番、今実況席の前を通過です。蛍光オレンジ、グリーン、イエローのカラーリング、そしてその後ろから加藤選手ブルーのスバルカラーのマシンとなります。マツダヘアピンを抜けてマガジンストレートをいきます。さあ近い選手加藤選手13周目、タイム差は0コンマ8秒、レース時間残り45秒です。さあ近い選手追う加藤選手、そして3番手には奥山選手がまたポジション上げてきています。2番3番1番8番5番という展開。さあここでトップグループ乱れた。さあここから抜け出してくるのは加藤健太選手のブルーのマシン。さあ直線番長、直線で沈んだ。さあここで抜け出してきたのは加藤選手、カーナンバー3番スバルカラーのマシンが今トップ、松田ヘアピンに向かいます。これからラジマがストレート。さあ2番手ちょっと離れてしまったか、2番手に近い選手が続くか。さあ奥山選手が2番手に上がってきている。3番1番2番の展開。さあレース時間ほとんどなくなってきた。さあトップ、さあここで奥山選手は15周ゴールイン。さあ加藤選手が逃げ切って、ウイニングランになっています。さあストレートを抜けて双葉ターンを抜けていくスバルカラーのマシン。さあ最終コーナーに向かっていきます。逆転2逆転、最後は加藤選手、ここでトップゴールイン、単独16周をマーク。さあ非常に見応えあるレースでしたね。加藤選手、奥山選手、近い選手、山口選手、松村選手、片岡選手、俊夫選手、森田選手、西野選手、西岡選手、篠原選手、川村選手、米村選手、福家選手、梅田選手、渡辺選手、多賀選手、増尾選手、宮川選手、島村選手の順でレース終了です。さあこれで、B メイン、それからマスターライダーズクラスの決勝終了となります。若干インターバルいただいて、予定としては13時50分頃ですね。1番シード荻原選手、2番関西大会代表住谷選手、3番掛川大会代表遠藤選手、4番掛川大会代表小坂選手、5番愛知大会代表杉浦選手、6番福井大会代表乾選手、7番宮城大会代表村上選手、8番広島大会代表綱島選手、9番東京大会代表田中選手、10番東京大会代表小野田選手。さあ全10名で争われます M スポーツクラス A メインとなります。それでは準備できましたらコース員をお願いいたします。コース員どうぞ。さあマシーン、ドライバー全数揃っております。さあ2回の結果によって争われる決勝 A メインとなります。決勝1回目は、小坂選手ですね、ゼッケン4番の小坂選手が、トップゴールとなっております。そして遠藤龍太選手、ゼッケン3番が2番手ゴール、
3番手組はゼッケン1番の麦わら選手が入っております。さあ2日間のレースで争われてきました、練習走行も含めると3日間で争われましたワールドチャンピオン決定戦、いよいよMスポーツクラス決勝メイン2回目のレースがスタートとなります。ではマーシャルご協力をお願いいたします。では時間となりますので M スポーツチャンピオンシップクラス決勝メイン第2ヒートスタートとなります。それではスタートです。ドライバーズオンザターン、Here we go then, underway. Let's see if we can get through the first part of the infield without any major trouble. We have, and car number one leads us across from car number two. Oh! さあ、慶応コーナーの先で転倒がある接触あり、さあ、3番遠藤選手、ちょっとミスがあったもよう。さあ、上位集団はきれいにスタートしている。トップはカーナンバー1番、A 級シード、荻原選手。そして2番手、カーナンバー2番、住谷選手が続く。おっと、住谷選手も。さあ、慶応コーナー先で転倒。そしてその後、2台、3台と絡まれ全開。さあトップライトブルーイエローのカラーリングカーナンバー1番荻原選手がトップ、そして2番手にはカーナンバー5番杉浦選手来ております。ホワイトレッドブラックのカラーリング。3番手にはカーナンバー6番の乾選手、そして9番田中選手とついていきます。1番5番6番9番8番7番10番10番3番4番2番という展開でレース進行中、レース戦まもなく1分を経過です。 OK and about a minute of this race gone and car number 1 has a pretty clear track in front at the momentThere's been a lot of crashes and stuff going on back behind. And for those of you following the total overall, remember car number four won this first race. Let's see, can car number one continue pulling away? さあ、レース1分15秒を経過しております。依然トップ、カーナンバー1番、荻原選手、ライトブルー、イエローのカラーリング。3話コーナーへと入ってきます。そして KO コーナー、コントラインを通過。そして2番手、カーナンバー5番、杉浦選手、1.3 秒差で続きます。3番手にはカーナンバー7番の村上選手が続く。1番、5番、7番トップ3、6番、3番、10番、9番、4番、8番、2番という展開となっております。レースタイムは1分40秒を経過しております。 OK, nearly 2 minutes of this session gone at the moment. Car number 1 looks pretty comfortable out there、leading around the field in this race、for those of you watching a bit further back, car 4, the purple and white one、is also a challenger for the overall title、looks like to be back in about 6th place thereさあレース戦まもなく序盤戦2分を経過するところ、さあ5分間で争われる決勝レース、現在トップカーナンバー1番荻原選手変わらずライトブルーイエローのカラーリングのマシン、そして2番手カーナンバー5番杉浦選手 1.3 秒差は変わらず、さあそして3番手にはカーナンバー7番村上選手が続きます。ホワイトピンクのカラーリングのマシン、カーナンバー7番以下6番3番4番10番9番8番2番という展開となっております。時間は2分まもなく30秒。Alright, we're about halfway through the session. You can see、this A main is really smooth driving on display here. Everyone looks like they're really well, and car number one looks in perfect control、of this race at the moment. Less than halfway to go. さあ、依然トップキープする荻原選手、カーナンバー1番。さあ、2話コーナー、そして3話コーナーを続いていきます。さあ、この周回、カーナンバー5番、杉浦選手、2番手とは 1.8 秒差といったところ、そして松田ヘアピン。2回戦止まってます、気をつけてください。さあここで少しちょっとロスがあったか。さあ前走者接触転倒等があります、気をつけてください。さあトップカーナンバー1番荻原選手変わらず、2番手カーナンバー5番杉浦選手は 1.2 秒差となっている。1台挟んで現在2番手を走行。さあレースタイムは3分20秒経過です。And we're well into this race now, less than 2 minutes to go. Car number one is now starting to encounter some backmarkers, and that looks to be possibly the only thing that could hinder him from taking the victory in this race. Let's see how he goes, about 90 seconds to go here. さあ、レース3分40秒を指しております。依然トップカーナンバー1番荻原選手、2番手杉浦選手は 1.3 秒差となっている。1台挟んで2番手を走行。さあ、2話コーナー、そして3話ターンを抜けていきます。ライトブルー、イエローのカラー。さあ杉浦選手もそれに続く、同じく 1.3 秒差は変わらず、3番手カーナンバー3番の遠藤選手上がってきている。1番5番3番6番7番8番4番2番9番10番という展開。さあレース4分を経過している、残り1分。
Okay, just a minute to go and hats off. Car number one looks completely unflustered by the goings on in this race. Got a good healthy lead over car number nine in second. Can he bring this one home? さあレースまもなく4分20秒となります。さあ依然桶原選手トップをキープ。さあ競馬資金気をつけてください。さあその差は 1.0 秒差となっている。さあトップ2台少し差が縮まってきたが、だがレースは残り30秒。30 seconds to go。さあ桶原選手依然トップを走行。さあこの周はコンマ8秒差となっている。さあ杉浦選手だいぶ近づいてきている。レースは残り15秒。Last 15 seconds here. What's going to happen? さあトップマシンコントラインを通過。さあ KO プロップコーナー入っていく。さあ競馬資金。さあその差はコンマ8秒差変わらず。さあレースは残り5秒。さあトップマシン2パターンを抜けていく。時間ここで5分を経過。さあ最終コーナー回ってカーナンバー1番荻原選手決勝 A メイン2回目優勝となります。そして杉浦選手が第2位でゴール。さあ第3位はカーナンバー3番遠藤選手、6番8番全車ゴールインとなります。1番5番3番6番8番7番4番9番2番10番でゴールインとなっております。ST 決勝 A メイン1番福井大会代表川島選手、2番掛川大会代表山口選手、3番関西大会代表山内選手、4番長野大会代表関口選手、5番広島大会代表森田選手、6番愛知大会代表山下選手、7番アメリカ代表ブー選手、8番掛川大会代表小野田選手、9番北海道大会代表田中選手、10番シンガポール代表エイドリアン選手。さあ全10名の選手が揃いました。それではコースインをお願いいたします。ではお待たせいたしました。SC チャンピオンシップクラス決勝 A メイン5分間のレーススタートです。 Drivers on the tone。 Alright, here we go. Always nervous with that first infield, but looks like everyone's made it through basically safely. Car number one leading from car number two、and car number three in starting order。さあ SC A メイン第2ヒートスタートしております。さあ1番2番3番4番、さあこの辺りスターティング横断順でほぼ、スタートしております。さあトップマシンカーナンバー1番川島選手、オレンジホワイトグリーンのカラー、そして2番手ホワイトグリーンのカラーにカーナンバー2番山口選手が続きます。おっと、さあ3番手走行の山口選手少しミスだった。さあこれカーナンバー4番の関口選手が3番手に浮上。1番2番4番がトップ3となっております。トップ集団は今放送席前 KO コーナーへと入っていきます。カーナンバー1番オレンジホワイトのカラーリング、川島選手トップをキープ。レースタイムは間もなく1分を経過です。 Alright, we're nearly already a minute into this race. Time's really flying by and car number 1 now has car number 2 right in the mirrors. Looks like a really really small gap between those two cars and they're slightly pulling away from the rest of the field. さあレースタイム間もなく1分15秒。さあトップ2台接戦となっているコンマ2秒差。川島選手オレンジホワイトグリーンのカラー、そしてホワイトグリーンのカラー、カーナンバーには山口選手が続く。そしてその後ろ少し離されて 1.2 秒差ぐらいで、カーナンバー今関口選手が続きます。さあ2番の山口選手、そして4番関口選手ともにジュニアドライバー、中学生以下のドライバーとなっています。以下3番5番6番7番8番
9番、8番、10番となっております。時間1分45秒経過です。 Okay, 1 minute 45 seconds in. That's some pretty heavy pressure for car number. Whoa! He succumbs to the pressure. Car number 2 has gone through and takes the lead. さあ、このコース鬼門となっている競馬試験でカーナンバー1番川島選手ミスがあった。さあ、その間にカーナンバー2番山口選手がトップをダッシュ。ホワイト、蛍光グリーン、ブルーのカラー、カーナンバー2番山口選手トップを走行。そして2番手追いかける展開となった川島選手、オレンジ、ホワイト、グリーンのカラーリング。そして3番手カーナンバー4番の関口選手がついていく。さあ、この周2番、1番、4番、3番、5番トップ5レッスンカー、7番、9番とついていく。レースタイム、まもなく折り返し2分30秒となります。And we're nearly halfway through this race already, and car number 2 looks to be consolidating at the front. In fact, car 1 slipping back slightly, being pressured all over the place by car number 4. Boo, you're up chasing the second pack. You've got about a 2-second gap to the car in front. さあ、競馬試験1台点灯します。ありがとうございます。クリーンになります。さあ、2番、1番、4番トップ3変わらず、カーナンバー2番、山口選手、掛け合大会代表。さあ、今双葉コーナーを抜けていきます。そして2番手川島選手がその後ろ続く。さあ、この周はコンマ3秒差といったところ。さあ、レース3分を経過しております。残り1分です。 OK, just 2 minutes to go in this race. It looks like car number 1's found a bit of a second wind, really closing in now on car number 2. Let's see how much can he make an impression here. さあ、トップ2台かなり接近戦、マガジンストレート、マッチモアコーナーを抜けてくる。さあ、ホワイト、グリーンのから山口選手、そしてその後ろピタリとつけてくる。さあ、川島選手が続く。レースタイムは残り1分30秒。 OK, just 90 seconds to go. さあ、インからさあ川島選手が入っていき、さあ、これ順位が変わってきました。これでカーナンバー1番川島選手が再びトップにダッシュ。そして2番手カーナンバー4番に関口選手が続く。おっと、競馬資金で選手。さあ、これ関口選手が前、関口選手、川島選手、山口選手のトップ3、そしてその後ろ山内選手も続く。おーっと、川島選手転倒。さあ、関口選手カーナンバー4番がトップダッシュ。さあ、レースは残り1分となります。 OK, just a minute to go here and it's all happening now. Car number 4 has taken over at the front. さあ、ホワイト、ピンクのカラー、カーナンバー4番、長野大会代表、関口選手トップをキープしている松田ヘアピンを通過。そして2番手カーナンバー3番、さあ、関西大会代表、ゴールド、レッドのカラーリング、山内選手が続く。3番手にはホワイト、ピンクのカラー、カーナンバー5番森田選手がついていきます。さあ、レースタイムは残り30秒。 Just 30 seconds left to go in this final. Just 30 seconds to go, guys. Keep charging. さあ、トップ関口選手ラインを通過。そして山内選手がその後ろ1.9 秒差で続く。レースタイムは残り15秒。 Last 15 seconds here. Last 15. さあ、トップマシン3話コーナーを抜けて、さあ、最終コーナーラインを通過。さあ、川島選手がこれ一つ順位上げてくる。さあ、4番3番1番トップ3、レースはここで5分を経過。さあ、トップマシン2話コーナー、3話コーナー回って、カーナンバー4番関口選手、決勝 A メイン第2フィニッシュのトップゴールとなります。3番山口選手第2位、そして5番森田選手が第3位となります。4番、3番、5番トップ3、2番、1番、9番、7番とゴールインとなっています。GT 決勝 A メイン、1番東京大会代表荻原選手、2番福井大会代表松本選手、3番掛川大会代表松本選手、4番シンガポール代表イスマイル選手、5番岩手大会代表及川選手、6番九州大会代表森選手、7番アメリカ代表ネイサン選手、8番福井大会代表五味選手、
9番岡山大会代表森本選手、10番東京大会代表笠原選手、さあ10名の選手争ってまいります。さあ1回目の決勝ではですね、ゼッケン番号1番東京大会代表の荻原選手がトップゴールしておりますので、この2回目ももちろんトップゴールすれば、総合優勝ワールドチャンピオン獲得という形になりますけれども、どういったレース展開になるか5分間長丁場注目となります。さあコースにどうぞ。 Please take your cars around to the gridそれからですね、先ほどのレース ST チャンピオンシップクラス決勝第2ラウンド、カーナンバー1番川島選手プッシングのペナルティー出ております。松田ヘアピンのところ、イン側からプッシングペナルティープラス3秒となります。ご注意ください。 Procedural announcement, there was a penalty on car number 1 assessed in that last race. Car number 1 was penalized. それではお待たせいたしました、 GT チャンピオンシップ決勝 A メイン5分間のレーススタートとなります。Drivers on the turn. さあ、GT チャンピオンシップ決勝 A 面スタート。さあ、まずは序盤トップスタート、荻原選手、そして松本龍斗選手が続いていきます。1番、2番、3番、6番、7番、8番という順で通過。先頭はホワイト、オレンジ、ブラッ、ガンメタのカラーリング GTR 荻原選手、その後ろ松本選手はホワイト、ピンク、そしてブラックのカラーリングでしょうかね、同じく GTR 松田ヘアピンカラー、ラジマがストレートを抜けていきます。少し離れて3番手松本克也選手、掛川大会代表、トップグループからは約1秒差というカウントとなっています。レース時間は50秒経過です。 Alright, 50 seconds into this race already, and currently at top it's car number 1 from car number 2, but there's nothing in it, only 2 tenths between those cars. Then back to car 3, car 6 Nathan from the United States is a great start up to P5. さあレースタイムは1分を経過して、トップ2台が今抜け出してきている形、1番と2番、さあ先頭は京王サークルを回って競馬試験、そして松田ヘアピンを抜けていきます。タイム差は0コンマ3秒というバトル。ホワイト、オレンジ、ガンメタのマシントップキープ、東京大会代表の荻原選手、そしてその後ろ0コンマ3秒ぴったりつけるのが松本龍斗選手は福井大会代表の選手となります。さあストレートを抜けて2番コーナー、そして3話ターンを回っていきます。さあレースは1分30秒経過です。90 seconds into this race, and wow, driver number one must have nerves of steel because number two is all over the back of him. There's still a gap of about 3 tenths between them though, managing to hold him at bay so far, but there's still more than 3 minutes to go. What's going to happen here? さあここまではトップ荻原選手落ち着いた走りを見せている。そして松本選手は一定の距離を測りながらここを伺っていきます。さあ慶応サークルから競馬試験、そして松田ヘアピンを抜けてマガジンストレート、両者0コマ3秒変わらず。さあまずは序盤から中盤、このトップ争いどういう展開を見せるか注目。さあ松田ヘアピンからマガジンストレートを抜けてコンマ3秒差変わらず。さあレース時間は2分間もなく30秒、折り返し地点。 Alright, and we're about halfway through this race and no change at the top, and the gap shows no real signs of getting any bigger at all, just 5 tenths.Between these cars, number one doing a sterling effort of holding the hard charging number two behind. How long can this go on? さあ現在トップ5、1番、2番、3番、6番、8番、7番と続いていきます。さあトップスタートの東京代表荻原選手がポジションキープ、そして0コンマ4秒差で後ろにつけるのが松本龍斗選手と続きます。さあ松本龍斗選手2番手のマシンは中学生ドライバーとなります。さあここで差を縮めてくるか、0コンマ4秒差変わらず。1番2番長いバトルが続く16周目、レース時間は3分10秒経過。 OK, less than 2 minutes to go, and things really continue to heat up at the front here. There's still nothing between them, in fact it's down to just 3 tenths now. You can see the gap is so close between these two cars. Is number 1 going to crack? さあレース時間3分20秒経過。さあトップは慶応サークルを回っていくところ、さあ周回遅れマシン、おっと、さあうまくインが抜けてきた。
さあ非常に冷静、インガンをちゃんと転倒したマシン横を抜けていったトップ2台。さあ変わらず0コンマ3秒差で追いかけていきます。さあ松田ヘビン、さあ双葉コーナーから3話ターンに入ってきます。トップ2台接近してきている。コントライン実況席の前を通過、20周目0コンマ1秒差、レース時間は間もなく4分。Okay, just a minute to go and they're still not letting up at all at the front of this race. There was just one tenth between the cars and you could see them ducking, diving, looking for a way through. Can he find one? There's only a minute to go. さあストレートを抜けていく。双葉コーナートップ、カーナンバー1番、その後ろ、すぐ後ろにカーナンバー2番がつける。ホワイト、オレンジ、ガンメタの GTR、荻原選手、そして松本選手、すぐ後ろ、コンマ4秒差のカウント。さあレース時間残り少なくなってきた、残り35秒。Okay, there's only about 30 seconds left to go in this race and it's still up for grabs. Who's going to take it? あっとここで松本龍斗選手、競馬試験に引っかかってしまった。タイムロス、これで少し差が開いたか。さあコントラインを通過して1番2番、タイム差は0コンマ6秒となります。残り15秒。さあもう1周入ってくるかトップグループ。さあ3話ターンから最終コーナー、コントラインとなります。残り5秒。さあ周回数25周目に入りました。これがファイナルラップとなりそう。さあレースはここで5分経過。さあ2話ターンを越えて3話コーナー、 KTC コーナーを越えて、カーナンバー1番、東京大会代表荻原明彦選手、2回目もトップゴールおめでとう。2番手には松本龍斗選手、こちらも素晴らしい集中力、中学生ドライバー。3番手には松本和也選手、そして森選手、五味選手、ネイサン選手、森本選手、イスマエル選手、笠原選手、及川選手の順で全車ゴールインです。長野大会代表町野選手、2番掛川大会代表松浦選手、3番岡山大会代表竹本選手、4番掛川大会代表北井選手、5番関西大会代表赤堀選手、6番四国大会代表倉井選手、7番広島大会代表永井選手、8番九州大会代表早川選手、9番掛川大会代表今井選手、10番宮城大会代表鴨澤選手。さあ以上10名の選手で行われます決勝 A メイン5分間のレースです。さあ 1回目の決勝ですけれども、町野選手がトップスタート、そのままトップゴールインという形になっていますので、この2回目もトップゴールとなれば文句なく総合優勝、ワールドチャンピオンに輝く形になります。ただこちらの、ね、トラックレーシングクラスボディがまた大きな部分もありますので、接触、ね、ミス等があると一気に順位が入れ替わってくるので、その辺も注目です。さあそれではコースインどうぞ。さあそれではお待たせしました、コースマーシャル皆さんよろしくお願いいたします。 TRF チャンピオンシップ決勝 A メイン5分間のレーススタートしてまいります。ライバーズOn the tone. さあ1周目ちょっと乱れたか、後続がクラッシュ。さあ前列上位1番2番はいいスタートを切った。ここから一気に抜け出していく。先頭行くのは長野大会代表の町野選手、蛍光イエローのバギーラファットボックス、その後ろからホワイトとレッド、イエローのカラーリングが松浦健選手、掛川大会代表1番2番、そして5番7番4番というカウントで通過していきます。まずはトップスタート長野代表町野選手、それから掛川代表松浦選手が抜け出していく。
そしてイエローのカラーリング関西大会代表赤織選手5番のマシンが続きます。1番2番5番7番4番トップ5カウントでレース時間50秒経過です。 OK, almost a minute gone and my goodness we had absolute carnage on that first lap and those profiting are the number 1 and 2 trucks and they've already pulled out a lead of nearly 2 seconds over the rest of the field. Looks like it could be a one-on-one battle here between them. さあレース時間はまもなく1分20秒を経過するところ、トップマシンは京王ターンから今京橋ケイン、そして松田ヘアピンから曲がりストレートを抜けていきます。蛍光イエローのカラーリング、ノーズタイプのマシンですね、バギーラファットフォックス。その後ろからホワイト、レッド、イエローのカラーリングが2番手松浦選手。タイム差は1秒52というカウントです。さあ序盤から引き離しに入ります町野選手、周回数は8周目、レース時間1分50秒経過です。 Alright, and we're nearly 2 minutes into this race and there's still plenty of thrills and spills but none of them are affecting truck number 1 sorry at the moment. Number 1 has an excellent lead of 1.7 seconds. Looks like a walk in the park at the moment, already coming up to lap some of the other competitors. さあレース時間は2分10秒を経過。さあトップスタート町野選手、後続をじりじりと引き離している。さあ今実況席の前を通過、蛍光イエローのカラーリング、バックフォックス。さあ松田ヘアピンを抜けてマガジンストレートをいきます。さあ周回数は11周目の走行中、そこから2秒差で松浦選手、さらに3秒差で赤織選手、そして永井選手、今井選手、竹本選手、倉井翔林選手と続いていきます。さあレース時間は2分30秒経過です。 Alright, we're already halfway through this race and wow, truck number 1 just continues to carve through the field like a hot knife through butter. With less than half of this race to go now, the lead last time around the circuit was 2.5, now it's up to 2.8 seconds. Fantastic driving. さあ間もなく3分を経過するところ、残り2分。さあトップスタート、ゼッケン番号1番をつけた長野大会代表町野選手、ここまでは危なげない展開でトップポジションをキープ、2番手以降3秒という差を引き離しています。さあ実況席の前を通過して単独15周目、そして2番手マシンはその後ろ、2台周回遅れを挟んでの走行となっています。さあそして3番手の赤織選手はイエローのカラーリング、マン TGX、 さあストレートを通過していきます。さあレース時間は3分30秒経過、残り1分30秒。 Alright, there's only 90 seconds left to go as well. Dominant is a word that springs to mind, hey, for this performance from number 1. Up to 3 seconds now, the gap at the front. Looks like nobody's going to be challenging for this one. さあトップを走る町野選手、このまま2回目の決勝もトップゴールで完全勝利で総合優勝を果たすのか。さあ3枠コーナーから KTC コーナーに戻ってくる町野選手、18周目。さあそして追いかける松浦選手も今松田ヘアピン、おっとちょっとここでミスが出たか。さあレース時間残り50秒。 OK, just 50 seconds to go here and let's have a look. The order number 1 for number 2 of course, but then down to number 5, 3 and 7. The gap at the front, well it's 5 seconds. さあ残り35秒、町野選手は単独20周目に入った。さあ後続差を大きく引き離してこのまま一人旅続くのか。さあ双葉コーナーから三和ターンコース中央に戻ってくる。さあ周回遅れのマシンもものともせずスルッと横を抜けていった。周回数21周目、残り20秒。 20 seconds to go. さあ2回目の決勝もトップゴールを果たすか町野選手、そして2番手以降も重要なポジション、松浦選手、赤織選手、竹本選手、永井選手がついていく。残りは5秒、これが最後のラップとなりそう。さあストレートを抜けていく。さあレースは5分を経過。さあ最終コーナー手前駆け上がってカーナンバー1番長野大会代表町野選手、2回目の決勝もトップゴールインおめでとう。そして2番手には松浦選手が入った。そして赤織選手、竹本選手、永井選手、倉井選手、今井選手、早川選手、鴨沢選手、北井選手の順で全車ゴールインです。全車ゴールインです。さあそれから先ほどのですね、GT クラス決勝レース、スタート直後にプッシングのペナル、出ております及川選手ですね、プラス3秒のペナルティとなっております。ご注意ください。
マツダジュニア決勝 A メイン、1番広島大会代表田辺選手、2番関西大会代表石田選手、3番掛川大会代表岡田選手、4番愛知大会代表森岡選手、5番掛川大会代表宮島選手、6番愛知大会代表佐藤選手、7番掛川大会代表南川選手、8番掛川大会代表田中選手、9番東京大会代表今井選手、10番東京大会代表中村選手。さあ、この10名のジュニアドライバーがこの決勝2回目を争ってまいります。さあ、1回目の決勝ではですね、トップスタート広島大会代表の田辺選手が、トップゴールしていますので、この2回目ももしトップゴールすれば文句なく総合優勝という形になります。さあ、マツダジュニアチャンピオンシップということなので、この広島大会代表の、ね、田辺選手もうやはりちょっと力入るんじゃないかなと思います。マツダのキャップもね、今日かぶってきていただいております。さあ、5分間のレースとなります。それではコースにどうぞ。さあ、それではコースマーシャルの皆さん、よろしくお願いいたします。マツダジュニアチャンピオンシップ決勝 A メインスタートです。ドライバーズOn the tone. Oh, a nice clean start there, everyone off the grid. Perfect timing. Looks like car number one has launched out to an excellent lead through the first few corners. さあ、スピードはね、抑えられているだけに非常に綺麗なスタートを切ってまいりました。マツダジュニアチャンピオンシップ。スターティンググリッド通りの走行。1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番の順で1周目を通過。さあ、スピード差がなく抑えられているということは、よりですね、正確なライン取り、ミスが少ない方が勝つという、そういったシビアなクラスでもありますマツダジュニアチャンピオンシップ。さあ、トップスタート田辺選手のマシンはホワイトにブルーのカラーリング、それを追いかける石田選手もホワイトに、メタリックブルーのカラーリングとなっています。そして3番手オレンジ色とブルーのカラーリングは岡田選手、掛川大会代表、そしてピンクのカラーリング、愛知大会代表森岡奈々選手のマシンが4番手を走行していきます。さあ、綺麗に今一列に並んでの走行を続けるマツダジュニアチャンピオンシップ決勝 A メイン、レース時間は1分10秒経過です。 Alright, we're over a minute into this session already, and there's not much to tell between any of these young superstar drivers. Car number one still leads around from number two. Remember, all of these drivers are either elementary or junior high school students, so between the ages of 6 and 15 are piloting these Mazda 3 cars.さあ、トップ2台0コンマ1秒差での走行。さあ、コース中央3話ターンを回っていきます。1番田辺選手、すぐ後ろに石田選手。さあ、この辺りのコーナリング、一番難しい競馬試験、そしてマツダヘアピンも綺麗に抜けていった。マガジンストレート、両者のタイム差は0コンマ2秒差。さあ、ここでぐっと詰まってくるか。3話ターンから KTC コーナー。さあ、ここでの周回タイム、タイム差は0コンマ1秒。さあ、両者8周目に入っていきます。レース時間は2分経過、残り3分。 2 minutes gone and these youngsters are treating us to a real nice spectacle of racing here. Car number 2 pushing, probing, looking for a way past car number 1. さあ、現在の順位、1番、2番、3番、4番、5番、ここまではスターティングポジション通り、トップ5台が走っている。さあ、トップ2台接近戦、デルトゥーノーズで今 KTC コーナーを抜ける。タイム差0コンマ2秒変わらず、すごい集中力だ。2分30秒折り返し地点、マガジンストレートを抜けていく2台のマシンに注目。 OK, halfway through this race and number 2 is not making this easy for car number 1 at all. Fantastic. We're seeing almost no mistakes throughout the whole length of the field here. This is really wonderful driving.
さあマガジンストレート行く2台のマシン、ホワイトとブルーのカーナンバー1番田辺選手、その後ろぴったりマークするホワイトとメタリックブルーのカラーリング石田選手、そして少し離れてオレンジ色とブルーのカラーリングが岡田選手が続く。さあトップグループ12周目に入ってここで接近してくるか。マガジンストレート、レース時間3分15秒経過。 Less than 2 minutes to go here and it really looks like number 2 is going to try and make a move somewhere. Just where is the position that's going to be chosen for it? トップ2台すごい集中力、あーっとここで突破しマーカーに乗り上げてしまった。さあこれでポジション変わってカーナンバー2番石田選手が前に出る。しかしポジションすぐ後ろ田辺選手、まだチャンスがあります。3分30秒経過、そしてその後ろに岡田選手が続く。2番、1番、3番と続いていきます。さあ一瞬のミス、一気にポジションが変わる、これがマツダジュニアチャンピオンシップの怖いところでもあります。さあトップマシン KTC コーナーを抜けて石田選手周回数15周目、田辺選手、岡田選手も続きます。タイム差は1秒52。さあレース時間残り1分です。Okay, just 1 minute to go, and number one had a bit of an unfortunate tumble, and that's let number two through with a little bit of a cushion at the front. But there'll be no resting on the laurels here. Still a minute of hot racing to go. さあ、レース時間残り少なくなってきた。残り35秒。トップを行く石田選手、関西大会代表。慶応ターンを抜けて中央競馬試験を抜ける。ホワイトとメタリックブルーのカラーリング17周目を走行。2番手田辺選手は1秒79差で追う展開となります。残りは20秒。 20 seconds to go. さあ緊張感を保りきって石田選手ポジションキープしていく。さあ田辺選手もなんとか差を縮めてタイムを上げていきたいところ。さあこれがファイナルラップとなりそう。さあ最終コーナーを立ち上がって、ここでカーナンバー2番関西大会代表石田選手がマツダジュニアチャンピオンシップ2回目の決勝トップゴールとなります。2番手に田辺選手、そして岡田選手、森岡選手、田中選手、今井選手、南川選手、佐藤選手、宮島選手、そして中村選手ゴールで全車ゴールインです。さあ先ほど2番手ゴールの石田選手がトップゴールですからね、ポイント勝負でこれはゴールタイムの差で最後決着がつくんじゃないでしょうか。非常に最後までわからない総合結果となっております。さあこれで、決勝レースの方は全部終了となりました。すべての決勝レース終了となって、はいチーズ。動画の方まで、動画も放映ましたね。動画も。行きます。はいチーズ。SE チャンピオンシップクラストップ10の選手です。ドイと申します、今日はですね、入賞された皆さん本当に、おめでとうございます、それから入賞は逃してしまったかもしれませんけど参加者の方々にはですね非常にエキサイティングで、スリリングな
楽しいレースを見せていただきました。本当にありがとうございます。我々今年マツダ3という車を発売いたしました。縁がございまして、タミヤさんとですね、コラボをさせていただいて、今日のジュニアのレーススポンサーとさせていただきました。今日のマツダ3のレースを見せていただいて、若い男の子女の子がですね、非常に楽しそうにこうレースをしているのを見まして、まだまだ日本の将来も捨てたもんじゃないなというふうに感じました。今後ですね、今後もタミヤさんのこの素晴らしい、イベントにですね、ぜひコラボさせていただいてですね、日本のものづくりをますます盛り上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。今日は本当に皆様おめでとうございました。